はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回はマスター E を使ってデッキを作ってきました。はい、フォストというふうに書いてあって、まあ、特に何も意味もありません。はい、まあ、デッキ内容なんですけど、ゾーイと、なんだっけ、マスター E 先生になっています。はい。まあ、先生なのか先生じゃないのかちょっとよくわかんないですけど、って言ったんですけど、マシン環境ですね。はい、ゾーイが、まあ、武具つけると、ね、バフがかかって、まあ、取られづらくなるっていうところもありますし、また、いろいろとね、武具で、ゾーイのレベルアップのことも、ね、育てていけるっていうところで相性がいいのかなっていう風な感じです。でこいつ結構強かったなっていうところがありました。はい、触ってみてね、ちょっと動きまだはちゃんと理解してないところあるので、ちゃんこの後ねしっかりと潜ってって動きなどを把握できればなという風な感じです。まあ、デッキの内容が概要欄に書いてますが、言っていきたいと思います。スタイルが3、ゾーイ3、選択3、ダーキン3、ダメダメ1、イベスムス3、ソノギョウ2、導き手2、ルアー2、カゴモ3、スパークラウェ3、マスター E 3、星ヶ谷3、拒絶2、心の支え2、再燃1というような感じになっています。敵の使い方などは試合見ていただければ分かると思うので、それではどうぞ。はい、待ちに出しました。相手はノラっていう人ですね。よく分かりません。もう全部全く分かってないんで、バン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 ちょっと回していこうかなというような感じです。はい、まあ、このデッキはゾーイとマスター E のデッキになっておりますというような感じですね。はい、まあ、ゾーイ引けたのはいいかなと。で相手のデッキもちょっとよく分かってねって、瞑想しねえよそんなのって、声めっちゃイケメンなのですよ。ルール変えちゃうもんですね。はいはい、でこれで OK かな。うん、あら戻ってくんだ。あなこれ、あこれバーストか。クソだるいなあれ、これ、あこの、わあこれクソだるいやつですね。あーどうしよう、ちょっとじゃあここはパスしましょうか。はい、パスします。うん、パスするしかないんで、こいつ出しちゃったら出てくんで、でまた出てきちゃうんだ。まあイパースパークルフライでいいかなと思います。ただ、あー拳でなく心で戦う女ね。まあこれだったらいいかな。はい、で即席なんとかっていうのがちょっとよく分かってないんですけど、まあまあ即席なんとかやっておきましょうか。かこれぶち抜いて、まあ、即席なんとかにしましょう。はい、ちょっとよく分かってないんで、即席なんとかで、あクッカタックですね。この辺で見てない見てない。あしっくりましたね、これしっくりました。はい、あただこれでいいのか。もうオーバーパワーとか、あじゃあ一応こっちでもいいかなってところあるんですけど、はい、これつけて、ほんで2マナでこうと。はい最強、はい、これが最強なんで一応ね。うん、まあほとんど取れねえだろうというところですかね。はい、あとはもうこれでダンデケダンデケダンデケダンって当たりましょう。うん、でなんだ1マナのねピュッて戻すやつカードがあれば嫌なんですけど、あないないない、オッケーオッケー。はい、あとはしっかりとしばいて、なんだこれ、デッキの上が4枚目で不思議なポータルをランダムに2個設置してカード1目、もうよくわかりません、ね、不思議なポータル、まあ見ましょう。はい、なんか不思議なポータルっていうのは発動したのかな今の。はい、ポータルっていうのが何ですかこれは。気持ち悪い、ちょっと待って、すごい気持ち悪い。でこの気持ち悪いのを置いといていいかな、ちょっと。はい、この気持ち悪いカードはしっかりと、まあ、置いときましょう。はい、で OK です、勝ちなんです。こういうことなんですよね。はい、しっかりと勝てるというところがこのデッキの強みであるので、皆さんもね使っていただければなと。もうノリノリですゾーイも。はい、はい、マッチングいたしました。相手は、よくわかんないです。でこれティーモとノラというふうな感じですね。まあちょっとなんだヨードル揃いというふうな感じで小物なんで、相手らは、相手らはって言ったんですけど小物なんで、まあ、小物ダウンはね縛いていければいいかなというところです。はい、で、パスしましょう。うん、ダーキンタックをねしっかりと置いて、あの 3C ってやつはねしっかりとルアーで引っ張っちまって縛いていくんで大丈夫です。でゾーイドゥン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 、おーイエス。はい、でここはもうパスしましょう。でここねゾーイ出しちゃっていいかなと思います。はい、ルール変えちゃうもんですね。はい、ホモラージュってないか。ああ、まあいいや、仕方ありませんねこれは。はい OK、 Me too。 はい、
で、OK。まあ、マスター E の先生出しちゃってでいいので、はい、マスター E の先生出しちゃって。いかほどのものか。つってな、はい。ほんで、これはアタックすればいいんだよな。このラウンド中、手札のスペル1枚コースター、このフロー、ある場所にいるマスターを。これこいつちょっとだるいから取っとこうかっていうのもあるんだけど、ちょっとフローねやりたいっていうのもあるんだけど、まあいいか、ルージュスタイル。本当はね、行きたいってところあったんですけど、多分ね、無理なんじゃないかなと思ったんで、ちょっとやめました。はい、まあ、キノコ、ここまでいられないの？知らないけど。いられるのかな、結構。OK、イルシブは止まるので、こっちでいいね。はい、パキパキ行ってもらいましょう。この女なんだ？生成された味方はあなたがロット隊長をしたときにレベルアップと。はい、警察開始。ポータルって何なんだろう、これやばいのかな。ポータルの方がやばい。ちょっと待って、なんかやるんだなこれ。まあでもこっちでいいか。そうやね、これで OK だな。オッケー。はい、まあダーキンダックいっちゃってもよかったかなってところありますけど、まあダーキンダックやれましょうかこれ。はい、ダーキンダックいっちまって、はい、で OK と。はい、でルアーがいって、じゃあここはこいつ行きましょう。でサポートするとなんかあんのかな、このダーキンダックは。なるほど、味方に11を付与すると。なのでサポート2回やっちゃえば心の支えは2マナになるかな。そうだね、はい、うん。でマスター E の先生もしっかりと分かっていくってところかな。まあこれでいいでしょうというところですかね。あ、ルージュスタイル。まあ、これでもいいかなってところでもあるけど、ただマスター E の先生をしっかりと攻撃力上げていきたいってところもあるんで、これですね。はい、まあここブロックしてくるでしょうというところではあると思うんですけど、はいはい。まあこいつ出せなかったのはちょっと4マナでね、しっかりと相手のスペルに対してやっていきたいなってところはあったのでやんなかったんですけど、なんかあんのかな。はいはい、オッケー。そういったものに対してねやれればよかったなっていうところだったので、オッケー。はい、でパスト。はい、あと12か、あと6年、12じゃないです、6です、すいません。退散できます一応、はい、で増員に乗ってくれる、いいね。まあここはこいつのダメージ受けつつでもいいかなっていうのはあるんですけど、もう受けちゃいましょうか、めんどくさいんで。はい、じゃ私ルール変えちゃうもんでいいや。この現実はただの幻だって気づいてないの？うん、死ねえよそんなの、死ねえよそんなの。 OK、 揺るがぬ精神で、ダメダメね。であるならばこいつ引っ張ってしまってワンディングドローかます。ほんで見えていくか、これでいいか。
いや、じゃあこうだな。はい、これでいいと思います。かここでもバフつけちゃっていくか。バフつけましょう。ごめんなさい、ちょっとね、先に間違えましたね。何です。あ、これ選べるんだ。愛用の連れ去りか。あ、そうなるんだ。なるほど、知りませんでしたね、初見なんで、このデッキ初見なんで全く知りませんでした。ちょっとクソプレイングやっちゃったかなというところなんですけど、まあ、初見なんでね、まあ、仕方がないかなというところですね、はい、ここはそういった気持ちで頑張っていきたいなというところではあるんですけども、間違えたな、これこれは間違った。1個しかつけられねえんだ。そんなもんね、書いてくれないと分かんないよね。それは何でしょうって感じなんですけど、これいこう。また間違えた。はい、ポロンチーニ行ってもらいましょう。こいつが何なのか分かんないんだよな、マジで。怖えちゃうらしいね。ほんで、相手パスしてきたんで、パスしましょう。はい、もう OK です。これで。うん。何もすることね。あ、ポータル発動すると出てくんだ。なるほど。そういうことなんだね。何これ。動機が激しくてな、心臓バクバクで倒れたら困っちゃうけどな、こいつな。平野ノラな、これ。平野ノラが倒れたら大変なことになりますが、どうなるか。はい。ノラは倒れるのか、倒れないのか。なるほどね、ちょっとわけわかんねえな。ブグは1個しかつけられないと。そこを学べたのはでかいかなというところですけどね。はい。まあここはブロックでいいかなと思います。見せてみよう。はい、こことここで。ほらやめんか。でレベルアップもしちゃっていいかなってところではあるんだけどな。ここそうだね、レベルアップするか。はい、まあ結構リスキーじゃないですけど、あまりしない動きをしてるっていう風な感じですけど、うん、もう動いちゃっていいかなっていうところですよね。 OK、 はい、この切っ先に希望は宿ると、はい、言ってもらいましょう。で、まあ一応入れといてていいかな。はい、でパスと。これ何？こいつでもいけんだ。でポータル設置と。あ、なんかめっちゃ出てくんな。で次レベルアップするのか。これ強いかな。あー、なるほどね。これさ使いたいね。ちょっとワンディングドローかまして、まあでもスペシーつかないか。瞑想中に居眠りとは全く。あ、これワンドローできないわ。あの初心者ですかね、うん、初心者ですかね、本当に初めてやったんですよこのゲーム。ちょっとうるさいなこのババアは。ちょっと本当におしゃべりしすぎかなというところではあるんですけどね。ちょっとね、このゲーム初めてやっちゃったんで、
ね、今これはどうなるんだろう、ちょっとよくわかんないんだよな動きが全くわかんない。ルージュスタイルって言ってるけど、あ、これでいいか、ちょっととりあえずやってみよう。あ、こうなるんだ、なるほどなるほど、はいはいはい。迷子ではないです。困りましたよね。はい、困りましたよね。悔しくないの？すごいええ声で言われたな今、悔しくないのって。まあどうくんだろう、一応ゾーイのスリーパーブルぶち抜いてね、いろいろと、あれさ、あいつさドローできなかったっけ、ワンディングドロー。あ、全然違う、心の支え全然違う、うん、間違えました。あなたも迷子？迷子ではないですね多分。結構顔面を食らっていいっていう判断なのかな。召喚時デッキの一番上のカードにチャイムを1個設置、その後デッキのカゴを2倍にする。あーなるほど、最大の敵は己の、こっちじゃないわね。うん、そっちじゃないと思うよ。ん、なんだ、まだまだいけるよね。あーなるほど、ホームカミングとかもあると。ほんでそれが出てくる、まあ像行きましょう。すっごく輝いてる。これさ、あ、チャンピオンもいたっけ、いけたっけこれ。あ、いけるね。これやばいのかな。あ、ちょっとやばそうだね。こいつ芝子、はい、ダメダメと。ほんならこれもダメダメよと。これクローってさ、なんだっけ、2回あ、だよね。あ、相手のなんかで、トゥントゥンの棒、あ、特に問題ね。いや、危ね、うわ、てか強っ、それクソ強くない、うわ、やば、なるほど、これクソやばいな。そうなるんだね、クソやばいな、ね、ミノタウルス。お前は早く俺は戦う。ちょっと待って、あいついい声しすぎなんだよな。ダーキン、ダーキンやっちゃってもいいんだけどな俺。わー、これなんでマイターン出てくんの、今ポータルが発動したってことか。このストーキングウルフ最悪じゃん。ストーキングウルフやっちゃうよ、やっちゃう、うおうお、ストーキングウルフいかないんだ。はいはいはい、でうさちゃん来る、まあ OK しましょう、はい。この効果がよく分かってねえんだよな。ホラージバフ系のキーワードって何なんだろう。オーバーパワーとかなんかよう分からんのを付与するってことなのかな。うわー変なの引いてんな、使っちゃってよかったかもね、ダーキンの何度かんとか。お、パス、じゃあパスするか、はい。曇りなき心、おおお、これは勝ったんじゃないですか。宇宙スタイル、へ
で引っ張って OK GG イエス。